どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。行きましょう。捕まえたぞ。今度は何を企んでる。俺たちの時代をどうするつもりだ。答えろエルライン。過去を変えるのは分かるけど未来は何だってんだろう。お前たちか。だがもはや時は過ぎた。すでに矢は放たれようとして。どういうことよ。矢を放つ、どういう意味だ。千年前星を射抜いた光の矢、その輝きを今再び。嫌な予感がする。うわっ、これはあいつ一体何をするつもりなんだい。レンズか。あれ千年前光の矢。千年前ってことは天戦争の時代。そっか、そういうことか。さすがは神の名を語るだけあってやることが派手じゃない。一人で納得してないで説明しろ、ハロルド。千年前、世界で何があったか知ってる？もちろんだ。おう、天地戦争だろ。やっぱそうだろうな。そのもう少し前よ。そもそも、なぜ天地戦争が起こるに至ったかの発端。なんだっけ？天地戦争が起こる発端？天地戦争は、そもそも荒廃した大地を捨て、都市を浮上させる計画が発端だったの。そうだったね。その浮上した都市に乗り込んだ特権階級の人間たちが圧倒的な武力で地上を支配した。はあ、はあははあ、それはわかるね。それに地上の人間たちが反旗を翻し、天地戦争が始まった。はいはいはい。天地戦争の話はわかったよ。でもそれとこのレンズとどういう関係が。いや、片もこれ密接な関係があるんだよ絶対。話は最後まで聞く。はい、怒られた。はい。そもそもなんで都市を浮かせなきゃいけなかったの。なぜそこまで大地が荒廃したの。彗星の衝突だな。落とすってこと。彗星。そう、今から約千年前、この星に巨大な彗星が衝突したとき、人類の過半数が一瞬にして。やばくね、過半数死に絶えるって。衝突の際に巻き上がった粉塵によって太陽の光は完全に遮られ、あ、地上は極寒の地と化してしまった。アクシスかな。だから空を覆う粉塵よりもさらに高く都市そのものを浮かべたのよ。彗星によってもたらされた未知の力、レンズを使ってね。だからそれとこのレンズとどんな関係があるってんだよ。まだわかんない。エルレインはあの悲劇をもう一度。また人類の過半数が死ぬってこと。人類を滅亡の寸前にまで追いやった巨大彗星の衝突を。世界を消すってのはそういうことだったのか。でも今になってどうして。まあ確かに、なんでだろう。お前たちを救うためだ。いや、変な悪よりこれ救うとか言っちゃうやつの方がやばいけどね。この世界のすべてを救うためにすべてを破壊する。破壊と再生ってか。明らかに論理が破綻してるわね。救うために破壊する。そんなことはありえないわ。私は間違ってなどいない。はあ、こういう盲信的なやつ。完全な形で神が降臨すれば全人類の絶対幸福を実現することができる。いや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 、絶対やばいやつだよこれ。わかるもん。それを成すため私は歴史を改変した。だがその試みはことごとく無に帰した。お前たちの手によって。だから私は最後の手段を取るんだ。神の卵ともいえる巨大彗星を地表に落下させるという手段。神の卵。二つの天体が衝突する際に生じる凄まじいエネルギーをもってすれば神の降臨が現実のものとなる。なバカな人が死ぬだけだって。そう、完全なる神の。待てエルレイン。全てを救うために全てを破壊する、そんなことが許されるとしたら俺たちは何だ。神にとって俺たち人間は一体何なんだ。神によって救われるべき儚く哀れで愛おしい存在。ふざけるな。俺はずっとこの目で見てきた歴史を築いた人たちの強さ。うわー、テイルズ・オブ・デスティニーのなんかに出てきた人たちだね。人が生きた証として積み重ねられていく歴史を。そうだよ、天戦争時代とさらにそれを消すなんてことその後のことも
繋がってくるからね。案ずることはない。お前たちが全て死に絶えたとしても、完全神の降臨さえ果たされれば、新たなる人類を生み出すことができる。そして新たなる人類は完全なる世界で完全な幸福を手にすることができる。今こそ人類自身のために全てを振り出しに戻すべきなんだ。ってことはあんた自身もいなくなるってことか。歴史の破壊が人のためだと、冗談じゃない。愚かな、まだわからないのか。人は神の力によってのみ全ての不幸から逃れ、絶対の幸福を手にすることができる。いや、厄介な考えだよ。なぜその真理を認めようとしない。絶対の幸福なんてこの世にない。苦しみや悲しみがあるからこそ人は幸せになりたいと願う。それを自分の力で掴もうとする。本当の幸せは幸せを探して生きる毎日の中にある。人はそうやって歴史を築いていくんだ。いいこと言うじゃん、カエル。これ以上話しても無駄のようだな。すでに矢は放たれようとしている。これを止めることはお前たちにはできはしない。できる。お前を倒して衝突を止めてみせる。言い切ったね。今ここにいる私を倒したところで何の意味もない。私は神より生まれし者。何度でも生まれ変わり完全なる世界を作り上げ。神より生まれし戻ったのが本当だから立ち悪いよね。なら神を殺す。おお。そして二度とお前が生まれないようにしてやる。神を殺す。すごいな。やはり真実は告げられなかったようだな、リアラ。真実は何。やっぱなんかあの沈黙が関係してくるのかい。ならば私が代わりに教えてやろう。リアラと私は。やめて、エルレイ。リアラと私は神だ。神そのもの。リアラが神だから、神を殺せば私と共にリアラも死ぬ。嘘だ。リアラが神だなんてそんなことありえない。聖女だっていうのは知ってるけども。騙されるな、カイル。デタラメだ。デタラメに決まってる。信じるかどうかはお前たちの自由だが、真実は一つだ。嘘だよな、リアラ。君が神だなんて。エルレインが手任せ言ってんだよな。あー、もう答えだよこの沈黙が。嘘だって言ってくれ。いいえ、二人の聖女は神より生み出されし者。言うなれば神の化身。神の存在が消滅するとき、おお、私とエルレインもまた。そんな。そう、やはりお前たちに神を殺せはし。マジけ。それが分かったのなら帰るがいい。そして裁きの時を迎える場所を自らの手で選べ。それがお前たちに与えられた最後の幸福だ。待ちやがれ、エルレイ。消えていく。逃しはしないよ。おお。カイル、ごめんなさい。今まで言えなくて。でもね、カイル、他に方法はないの。神を殺さないとこの世界は。やめてくれ。今は何も聞きたくない、カイル。わからないんだ。うわー。自分がこれからどうすればいいの。また、とんでもねえ二択だな。おい、何もわからないんだ。ここにいても拉致が開かない。とにかく帰ろう。リアラは称号神の化身を得ました。いらないよそんな称号。へえ、どうすんの。え結局神の隕石落ちてきますけど。帰ってきたのはいいとして、問題はこれからどうするかだが。おう、やれやれ、肝心のカイルがこの調子じゃな。無理もないよ。
落ち込まない方がどうかしてるさ。まあそりゃそうだわな。あんな話を聞かされた後なんだから。カイル。しかしだからといってこのまま手をこまねいていても何も変わりはしない。エルレインは神の卵を衝突させるつもりだ。神の卵ってね。何があろうとな。ジューダス。カイル、お前がいくら悩んだところで事実は変えようがない。あ、残酷だけどその通りなんだよな。お前を決めなくてはいけないんだ。この世界をどうするのか、リアラをどうするのかを。おい、お前どうすればいい。お、カイル言ったはずだ。どうするかはお前が決めることだと。これは他の誰にも決められない。リアラの英雄となったお前しかできないこと。おお、英雄。そうか、英雄だ。この世界にはたくさんの英雄がいる。ああ、フィリアさん、ウッドローさん、それに母さんも。あの人たちなら知ってるかもしれない。こんな時ははどうしたらいいのか。なるほどね。どうするべき。あ、ごめん、間違えちゃった、飛ばしちゃった。英雄の先輩たちにアドバイスをもらうってわけか。悪くないぜそのアイディア。いいね、行こう。ここでじっとしてたって何にもならないしさ。なら足はこいつを使えばいい。え、確かにあちこち行くんならこいつの方が便利だな。そういうこと。さあ乗って乗って。そんな便利なものが。いや、リアラどういう感情なんだよ。カイル。そうだね、行こう。リアラ自身は覚悟決めてんだよな、多分。なんか自分が消えるっていうことに対して。出た、イクシボスだ。はは、楽ということで、それじゃあね、じゃあ各々の英雄のところへ巡っていきたいと思います。次回行きましょう。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。